ようこそ、ゆっくり鉄道博物館へ。関東圏には東京をぐるりと囲うように通る圏央道があるんだが、東海地方にも環状道路が存在するのは知っているかい？名古屋高速の都心環状線や、その外側を回る名二環とかかな？確かに名古屋周辺にはそのような道路があるな。でもさらに視野を広げると、愛知、岐阜、三重の3県を結ぶ環状道路が存在するんだ。今回はそんな東海環状自動車道についてスポットを当てていこう。ではまず、東海環状自動車道の概要について説明するぜ。東海環状道は愛知県豊田市の豊田東ジャンクションを起点として、途中で岐阜県を経由して、三重県の四日市市の新四日市ジャンクションへ至る路線延長 152.7km の道路だ。東海環状道はすでに全線が開通しているの？2020年時点の情報だとおよそ 110km の区間が開通しているんだぜ。これは全体の7割に当たるんだよ。そんな東海環状道は高速道路ナンバリングによる路線番号は C3 が割り当てられているぜ。東海環状道が C3 ということは C1 や C2 も存在するの？ああ、名古屋市の中心から順番に割り振られているんだよ。具体的には、名古屋市内を環状に回る道路である、名古屋高速都心環状線が C1 なんだ。また名古屋市緑区の名古屋南ジャンクションから、愛知県天郡飛島村の、飛島ジャンクションを結ぶ名古屋第二環状自動車道が C2 となっているんだよ。確かに東京の環状道路も、首都高速都心環状線の C1 を皮切りに、最も外側の首都圏中央連絡自動車道の C4 まで割り振られているもんね。そうだな、だから C1 から C3 という表記は首都圏と中京圏で重複しているんだな。ちなみに東海環状道は法的な路線名として一般国道475号が割り当てられている。高速道路なのに一般国道なの？一般に高速道路と呼ばれる道路は、正式には高規格幹線道路と呼ぶ。その高規格幹線道路はさらに高速自動車国道と自動車専用道路に分類できるんだよ。その中でも高車の自動車専用道路は一般国道などの扱いになるんだぜ。なるほど、そういう違いがあるんだね。もう少し具体的に言うと、高速自動車国道は全国的な幹線道路網を指し、例えば東名高速道路や名神高速道路、東北自動車道などがそれに当たるんだ。じゃあ自動車専用道路はどんな意味なの？自動車専用道路はスムーズな交通をもたらすことを目的に作られた道路で、高速自動車国道の補助的な役割を持つんだよ。代表的な自動車専用道路はどんな感じなの？後ほど出てくる伊勢湾岸自動車道や、さっき触れた圏央道なんかも自動車専用道路に当たるんだぜ。東海環状道の概要を理解できたところで、続いて中京圏の道路事情について見ていこう。中京圏というのは、名古屋市を中心とするエリアを表す言葉なんだけれど、具体的には愛知県、岐阜県、三重県の3県の総称として使用されることが多いんだぜ。さっき東海環状道は、愛知、岐阜、三重の3県を結ぶと言っていたから、まさしく中京圏をつなぎ合わせる道路なわけだね。そうだな、だいたい名古屋市の周辺30から40キロのエリアを結ぶ道路となっているのさ。その途中では新東名高速や名神高速など主要な道路と接続しているんだ。なるほど、環状に主要な高速道路同士をつなぎ合わせているんだね。じゃあここで東海環状道が接続している高速道路について、どんな道路なのか一つずつ見ていこう。まずは東海環状道の起点である豊田東ジャンクションで接続する道路から見ていくぞ。豊田東ジャンクションでは新東名高速や伊勢湾岸道と接続している。新東名高速は東名高速に並走している最高速度時速120キロの区間もある高速道路だったよね。ああ、神奈川県海老名市の海老名南ジャンクションから静岡県を経由して豊田東ジャンクションに至る延長 253.2km の道路だ。2024年時点ではおよそ9割が開通済みで、残る区間は2027年度に開通する予定だぜ。そして御殿場ジャンクションから浜松稲佐ジャンクション間が最高速度時速 120km となっているんだよ。じゃあ伊勢湾岸道についても教えてくれる？伊勢湾岸道は豊田東ジャンクションから三重県四日市市の四日市ジャンクションを結ぶ延長 56.4km の道路だ。名古屋市の中心部を避けるように海沿いに東西にほぼ直線的に伸びる道路だよ。名古屋市を避けることで交通集中を防ぐことができそうだね。終点の四日市ジャンクションでは新名神高速道路と東名阪自動車道に接続していることから、
東京、静岡方面から関西方面へのアクセス路として重要な道路と言えるんだぜ。途中には夜景が綺麗な橋が連続する区間があったわよね。名工トリトンのことだな。伊勢湾岸道の東海インターチェンジから飛島インターチェンジ間にある3つの斜張橋は世界的規模の海上斜張橋なんだよ。斜張橋とは吊り橋の一種で、塔から斜めに張ったケーブルを橋桁に直接つなげて支える構造の橋だよ。そんなにすごい橋なんだね。続いては、豊田東ジャンクションからおよそ40キロ先にある岐阜県の土岐ジャンクションで接続する中央自動車道だ。中央道はどことどこを結ぶ高速道路なの？中央道は東京都杉並区の高井戸インターチェンジから愛知県小牧市の小牧ジャンクションを結ぶ延長 344.3km の道路さ。東名高速と新東名高速が途中静岡県を経由するのに対して、中央道は山梨県や長野県、岐阜県を経由するんだよね。ああ、江戸時代の五街道で表すと、東名高速と新東名高速が東海道に沿っているのに対して、中央道は甲州街道や中山道に沿うルートと言えるぜ。続いて豊田東ジャンクションから73キロ先にあるのは、東海北陸自動車道と接続する岐阜県の美濃関ジャンクションだ。東海北陸道はどんな道路なの？東海北陸道はその名の通り、東海地方と北陸地方を結ぶ道路だぜ。具体的には愛知県一宮市から富山県砺波市を結んでいるんだよ。途中には世界遺産に指定されている白川郷、五箇山の合掌造り集落が存在するぜ。世界遺産へのアクセス路としても機能しているんだね。続いては名神高速と新名神高速だ。名神高速とは岐阜県養老郡養老町にある養老ジャンクションで接続する。そして終点の新四日市ジャンクションでは新名神高速と接続するんだよ。名神高速と新名神高速は中京圏と関西地方を結ぶ道路だよね。ああ、名神高速は愛知県小牧市の小牧インターチェンジと兵庫県西宮市の西宮インターチェンジを結ぶ延長 189.5km の道路だし、新名神高速は三重県四日市市と兵庫県神戸市を結ぶ延長 149.6km の道路なんだ。新名神高速ってずっと工事しているイメージだけれど、未開通の区間があるの？滋賀県大津市の大津ジャンクションから京都府城陽市の城陽ジャンクションまでの区間は開通時期が未定だけど、京都府八幡市の八幡京田辺インターチェンジから大阪府高槻市の高槻ジャンクションまでの区間は2027年度開通予定なんだよ。じゃあここからは本日のテーマである東海環状道についてさらに深掘りしていくぜ。建設の経緯や地域にもたらした効果などを時系列に沿って見ていこう。わかったわ。東海環状道が作られることが決定したのは昭和末期のことなんだ。具体的には1987年6月30日に策定された第4次全国総合開発計画で、東海環状道を高規格幹線道路として建設することが決まったんだぜ。第4次全国総合開発計画というのはどのような計画だったの？人口や様々な機能が東京に一極集中していることや、産業構造の変化により地方での雇用の問題が深刻化していることを受けて、全国の各地域がバランスよく発展する社会構造を作り上げるべく考案されたのさ。なるほど。さらに21世紀を見据えて国際化に対応するためにも、国土を強靭なものにする計画でもあるんだな。未来のための先行投資みたいな感じだね。そうだな。全国に高速道路などのネットワークを整備することで、地域交流の活性化につなげる狙いがあったんだぜ。そして東海環状道は1989年に初めの区間が事業化されたんだ。この時事業化された区間が時から石間だったんだぜ。中央道と東海北陸道を結ぶ区間が最初に事業化されたんだね。ああ、ついで1990年には北西から四日市間が、1991年には豊田から瀬戸間が事業化された。そして残る区間も1998年までに順次事業化されたんだ。計画開始からおよそ10年で全線が事業化されたんだね。そうだな、東海環状道は割とスムーズな走り出しだったんだぜ。
2005年3月19日には、東回りと呼ばれる東側半分の区間が開通した。開業した区間は、豊田東ジャンクションから美濃関ジャンクションのおよそ76キロだぜ。東側の区間は、2005年に一気に開通したんだね。いや、厳密に言うと東回りの区間は、起点の豊田東ジャンクションから関ひろみインターチェンジ間なんだ。だから2005年時点で、東回りが全線開通したわけではないんだよな。東回りの区間で当時未開通だったのはどこなの？美濃関ジャンクションから関ひろみインターチェンジまでの 2.9 キロの区間さ。ただしこの美濃関ジャンクションから関ひろみインターチェンジ間については、初めの区間の開業から4年後の2009年4月18日に開通したんだよ。つまり2009年には東回りの区間が全線で開通したということなんだね。でも西側の区間も当時は事業化されたんだよね。なのになぜ東側だけそんなに急ピッチで工事が進められたの？2005年には愛知県にとって大きな出来事が2つあったのさ。1つ目が愛・地球博だ。愛・地球博は自然をテーマとして121カ国と4つの国際機関が参加した国際博覧会だぜ。通称愛知万博とも呼ばれていたんだ。緑色と黄緑色のキャラクターがいたわよね。森蔵とピッコロが公式キャラクターだったな。そんな愛・地球博は長久手会場と瀬戸会場で行われたんだが、それぞれの会場は名古屋市から東に行ったあたりのところにあって、ちょうど東海環状道の東回りの区間も近くを通っていたんだ。なるほど、万博へのアクセスのために東海環状道が必要だったわけだね。ああ、それともう一つの出来事は、中部国際空港の開港なのさ。2005年2月17日に開港した中部国際空港は、セントレアという愛称を持つ空港で、名古屋市外から南へおよそ35キロで、知多半島にある愛知県常滑市の、沖合 1.5 キロに浮かぶ人工島の国際空港なんだ。大阪府にある関西空港と同じ海上空港なんだね。ああ、中部国際空港には長さ3500メートルの滑走路があって、その滑走路は24時間離着陸が可能なんだぜ。中部国際空港が開港するまでは愛知県の空港事情はどんな感じだったの？中部国際空港が開港するまでは愛知県には名古屋空港しかなかったんだ。名古屋空港は名古屋市の中心部から北に15キロほどの場所にある。敷地も名古屋市北区、小牧市、豊山町、春日井市の三市一町にまたがっているんだぜ。名古屋市街の近くにはもともと空港があったんだね。ただし名古屋空港は街の真ん中にあるため、運用時間が7時から22時と制限があるんだよ。対する中部国際空港は24時間離着陸可能だから、利便性は中部国際空港が上なんだよな。確かに、時間を気にせず離着陸できるというのは、かなり大きなメリットだね。何らかの事情で遅延が発生した時なんかも、門限を気にしなくて済むから安心だわ。だから名古屋空港は1952年から愛知県の玄関口という機能を担っていたのだけれど、2005年の中部国際空港開港に伴って、その役割の多くを中部国際空港に譲ったのさ。合理的判断だと思うわ。愛・地球博の開催と中部国際空港の開港に間に合わせるべく、東海環状道の東回りの区間を先行開通させることになったぜ。では続いて西回りの区間についても見ていこう。東海環状道はおよそ7割が開通済みと言っていたから、西側の区間にはまだ未開通の区間が存在するわけなのね。ああ、特に西回りの区間には一時整備を凍結する話が上がっているくらいだからな。2010年には国土交通省が公共事業費の大幅削減を受けて、全国で217の区間について整備を凍結する候補に挙げたんだ。どうしてそんな話になったの？当時我が国の政治は大きな転換期を迎えていたんだよ。2009年に政権交代が起こったのは覚えているかい？自由民主党の麻生太郎内閣から民主党の鳩山由紀夫内閣に政権が交代した時のことだね。なんとなく覚えているわ。当時民主党はコンクリートから人へというスローガンを掲げていた。つまり大型建築物に関する公共事業ではなく、社会保障を手厚くする取り組みを行うべきと考えていたんだよ。なるほど、だから高速道路などの公共事業の縮小が余儀なくされたわけだね。そういうことだな。東海環状道の中で凍結の候補に上がったのは、岐阜県の養老から三重県の北西までの区間だ。だから東海環状道の全通が危ぶまれたのさ。雲行きが怪しくなってきたわね。だけど2011年には西回りの関ひろみインターチェンジから新四日市ジャンクション間が一般有料道路事業認可を受け、
翌年の2012年には凍結候補に上がっていた養老から北西までの区間の整備計画が決定した。つまり工事に向けた取り組みが行われ始めたんだ。再び東海環状道の全線開通に向けて動き出したわけだね。そして2012年には大垣西インターチェンジから養老ジャンクション間が開通して名神高速に接続を果たした。さらに2016年には東院インターチェンジから新四日市ジャンクション間が完成して三重県内初の区間が開通したんだぜ。これで経由する予定の愛知県、岐阜県、三重県の3県すべてに姿を現したわけなのね。他にも2017年には養老ジャンクションから養老インターチェンジ間、2019年には大安インターチェンジから東院インターチェンジ間と大野郷土インターチェンジから大垣西インターチェンジ間が、2020年には関ひろみインターチェンジから山形インターチェンジ間が開通したんだよ。少しずつではあるけれど、着実に開通区間を増やしてきているんだね。東海環状道で2024年現在まだ開通していないのは、岐阜県内と三重県内の2つの区間だぜ。ここからはこれらの区間が現在どのような状況なのかについて見ていくことにしよう。ついに未開通区間もあと2つになったわけだね。まずは岐阜県内の区間から見ていこう。岐阜県内の未開通の区間は山形市の山形インターチェンジから揖斐郡大野町の大野郷土インターチェンジまでの 18.5 キロだぜ。この区間は用地の取得がすでに完了していて、現在は橋やトンネルの土木工事が進められているんだ。順調そうな感じだね。そうだな。ちなみに舗装工事や整備工事についてはすべて契約済みとのことで、山形インターチェンジから本巣市の本巣インターチェンジまでの 11.7 キロの区間は、2024年度内にも開通する見込みなんだぜ。そうなんだね。じゃあ残りの区間はどんな感じなの？本巣インターチェンジから大野郷土インターチェンジ間については順調に工事が進んでいたのだけれど、途中の締め第一高架橋で比較的大きな石である玉石が出てきたため、工事の方法を変える必要が出てきたんだよ。あらら、思わぬアクシデントだね。だから工程に遅れが出てきており、当初の開通予定だった2024年度の実現も難しい可能性があるんだ。具体的には完成が最大で半年程度ずれ込む可能性が指摘されているぜ。もう一つの未開通区間は三重県と岐阜県にまたがるエリアにある岐阜県養老町の養老インターチェンジから三重県いなべ市の大安インターチェンジまでの 24.6 キロだ。こちらにも2024年度に開通する予定の区間が存在するんだよ。三重県側についても工事が順調そうで安心したわ。2024年度内に開通が見込まれているのは、三重県いなべ市のいなべインターチェンジから大安インターチェンジまでの 6.6 キロなんだ。なんだ、全体の4分の1以下の区間しか開通しないんだね。まあこれにはきちんとした事情があるんだぜ。いなべインターチェンジ以北の区間には岐阜県と三重県の県境が存在する。県境は山間部になっているから、その山を貫くトンネルを掘る必要があるんだよ。具体的には養老トンネルというトンネルが掘削されているぜ。どれくらいの規模のトンネルが必要なの？全長およそ4700メートルだ。トンネルは5000メートルを超えると石油などの危険物を積んだ車の通行が原則禁止される。だからそれを回避するために長さを5000メートル未満にするものが多いのだけれど、養老トンネルもその一つと言えそうだな。なるほど。せっかく高速道路ができたとしても、危険物を積載した車が通れないとなると、タンクローリーとかは迂回を余儀なくされるわけだね。それならわざわざ5000メートル未満のトンネルにする意味があると思うわ。養老トンネルの工事は岐阜県側と三重県側の両方から実施されているのだけれど、岐阜県側の避難港で2023年11月に毎時最大でおよそ280トンの湧水が発生したんだ。だから岐阜県側の工事が一時中止となってしまったんだぜ。さらに2024年2月には三重県側でも最大毎時120トンに上る湧水が発生して、こちらも工事が中断されたのさ。あらら、両側で湧水が発生して工事が止まっちゃっているのか。岐阜県側と三重県側の両方では水抜きを行って掘削を再開しているところなのだけれど、当初の予定である2026年度の開通というのは少し難しいかもしれないな。安全第一で作業を進めてほしいから、無理せず工事を進めてもらいたいね。ちなみに工事を進めるネクスコ中日本は、国と共に今後検討会を開いた上で養老トンネルの工事に対して専門家の意見を募る予定なんだぜ。
今回は東側と西側で開通時期に大きな差が生じている東海環状道について見てきたけれど、どうだったかな？はい、地球泊や中部国際空港の開港などを考慮すると、東回りの区間を先行開業させたのは正解だったと思うわ。この動画を見て皆さんはどのような感想を持ったかな？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想を聞かせてほしいわ。このようにこのチャンネルでは鉄道や交通に関する話題をまとめていきます。高評価やチャンネル登録が励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。